や企業が現地の産業開発に参加するように促していくことが私は考えています。ミクロネシア連邦の重要な産業は水産業、観光業、農業です。その中でも私が最も期待しているのが環境業です。しかも単なる観光開発ではなく、環境保全に基づく環境観光開発が必要だというふうに私は思います。この考えをもとにした私たちが進める国プロジェクト、国を起こすプロジェクトの一つを紹介させていただきます。さあ、ミクロネシア連邦の観光戦略を考えるときには大事にしたことがあります。それは、さまざまなレベルの人々がもっと交流し、一緒に作り、そして共に栄えるパートナー関係を構築することです。一言で言うと、インタラクションとコークリエーション、振り合い、そして共に作るパートナーシップをもとに戦略を作ることが大事だと考えています。こうして生まれたのは、現在進行している公式国おこすプロジェクト、レインポネシアプロジェクトでございます。レインポネシアっていうのは、レインボーっていうのは皆様ご存知だと思いますけれども、これは虹っていうことですね。で、ネシアって島々、それを組み合わせたミクロネシア連邦のプロジェクトネームでございます。このミクロネシア連邦の魅力をより多くの人たちに伝えるための国家プロジェクトとして2009年にスタートいたしました。レインボーネシアプロジェクトの目的の一つは、ミクロネシア連邦の環境観光立国にすることです。その仕組みの一つは、ソーシャルツアーで、レインボーネシアソーシャルツアーとは、ミクロネシア連邦の魅力を開発と社会問題を解決を目指し、新しい旅の形です。例えば、環境活動のボランティアの参加、建築の農業体験、あるいは子どもたちに歌を教える、単に表面をなぞる今までの旅ではなく、国の人々と深く関わっていくことを、何かの新たな価値が自分が生まれていく、そしてミクロネシア連邦の環境や経済が良くなっていく旅をソーシャルツアーと名付け、皆さんと一緒に作っていきたいと考えています。嬉しいことに、ここから始まった連邦ネシアプロジェクトソーシャルツアーは、長年にわたったり旅人のバイブルとして有名な地球の歩き方とのコラボレーションは、第1回目が昨年9月に、第2回目が今年の9月に実施されました。これをインターネットで募集し、賛同して始まってくれた学生さんたちに、このソーシャルツアーの企画をしてもらい、その中から選ばれたプランを実行しました。その一つがお弁当ツアーインポンペイです。ミクロネシア連邦でもお弁当という言葉をペントと呼びます。当時の日本語はそのまま使われているのです。このツアーでは、参加者に現地の食材を使って健康によくて美味しい弁当を作り、チャレンジしていただくこと、現地の、体健康問題である糖尿病と肥満の解決、そして観光客にも新
ピールするなら、する新たなローカルフードメニューの開発に貢献していただきました。これが日本の若い人たちがミクロネシアに来て作っていただいた、お弁当です。2つ目が須藤のコンペの写真の旅です。ミクロネシア連邦は素晴らしい自然や文化を世界に伝える写真がまだまだ不足しています。この通話では参加者にミクロネシア連邦の魅力を写真で撮ってもらい、それを使ったフォトマップを作り、観光開発に貢献していただきました。これを参加した人たちはですね、いろんな写真を撮って、でそこで一番いい写真を選んで、それをそのマップを作るために使う写真になります。3つ目、中国の海洋保全のツアーです。先ほど紹介されたスタンドの中で、世界の絶景に選ばれたこの無人島は、この宿泊し海洋保全の体験と、実際に無人島のいわゆる清掃活動ですね、ゴミ拾いとかそういったものを行われました。現地で、ホームステイしたり、そして、国の人たちと の交流、また、島の人たちとの生活に実際触れて、重要な、経験になったわけです。これまで、ミクロネシア連邦への旅はダイビングが中心でしたが、このツアーを結束することで、ダイビング以外の若い人たちにもミクロネシア連邦を体験してもらうということができるようになれば大変嬉しく思います。最後になりますが、私はミクロネシア連邦と日本の今後の25年のさらに強い絆を気づくすることによって、一人一人の力をいかにうまく合わせていくかと思っています。さまざまな問題や可能性と向き合い、一つ一つ絆の糸をつなぐ抜いていくのは若い人たちです。その世界との交流をもっと深め、彼らと一緒に問題解決の ITI や新たなビジョンを考え、それを実施していくようにすることが大変大事ではないかなというふうに思います。先ほどの早々通話に参加した者たちに、一番良かった体験は何でしたかという質問があったときに、最も多かったのはホームステイです。2番目は現地学生との交流、3番目は無人島体験という順でした。この答えは、人の心を動かすものはやはり人と人の触れ合いから生まれるだろうというふうに再確認できました。次の25年のさらなる絆作りのためには、触れ合い、そして元にその仕組みを作り実行していくことが最も重要だと思います。ロータリークラブの皆さん、次の25年をぜひ一緒に作っていきたいと思います。そして最後なんですが、日本からミクロネシアに行くのは、今までグアム経由して、ミクロネシアに入るわけです。だいたい1日または2日かかるんですが、実は昨年の6月、日本の OTA によって滑走路が拡張しました。それによって第1便が昨年飛びました。で、第2便は、